ゃあつけていきます。はい、じゃあ壁に当てます。この下に反対の手入ります。キラキラ見えますか？はい、では乾かします。キプリンセス、ハロー。おしまいです。お仕事頑張ってください。いってらっしゃい。あ、キラキラになった。一緒、アイサまだ子供なんだよね。そうですね。しょうがないね。お姉ちゃんは優しいですね。キケ、アリス、朝飯だ。これがアイスが食べた。はい、これ。アパサ食べた。アパサ。気になって撮ります。分かってこい。分かったじゃん。せっかくやったネイルを今気になって気になってモデルを今買いやんじゃん。それで気になったらどうすんじゃよ。どうすんじゃよ。私はおばあちゃんよ。すごいでしょ。レイワレイワレイレレレイワ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 ね、あれやってみて、あれ。はずはずきルーペン。いや、はずきルーペン。文字は小さくて読めない。でもこれを書けると見えやすい。犯人いたね。今犯人いるよ。なんかわけわかんないことを言ってる。なんじゃこりゃ。よし、モデル行こう。もう犯人めっちゃ気になってんじゃん。怖い。次お姉ちゃんもうすぐ来るよ。お姉ちゃんプリンセスに変身してるんだって。何だろう、ね、今お姉ちゃんモデルのお仕事やってるからもうすぐ来るよ。こっちから出てくる。どっから来るんだろうね。次もうプリンセスになったの見せてあげな、お姉ちゃんに、ね、じゃじゃーんって。類似号を3つお伝えいたします。1つ目、ラッシュやライトを使用してのコスチュームはご遠慮ください。2つ目、類似号登場するのはネネさんです。ファッションテーマはプリンセス。デビュー賞はカルノットです。で光沢のある家庭のドレスは大人らしく肩を出したペアトップデザイン。スカートは縦にドレープを入れて基本アクセントにしました。そのファールオーガンにはキャザーをたっぷり入れてあります。シールついてるじゃん。黄色だったね、ドレス。出るね。出るだったね。かわいいのね。さあ、次は助産師です。けどちょっと肌は綺麗。花ちゃん、花ちゃん。あ、本当だね。リンちゃんもいる。リンちゃんもいっぱい。リンちゃん、ララ、モモ、花、ミミ。
横のラジオ。生まれたばかりの赤ちゃんは首がグラグラします。だからどっちの手でもいいですから、必ずどっちかの手で首をしっかり支えてください。そして腰の手で腰の辺をしっかり支えます。この時に体にグラグラつけて、遠くはダメですよ、つけてください。はなちゃんの前に行けたら準備はいいですか？嬉しそうね。はい、そしたらね、さっき私が抱っこしたみたいに首と腰の辺を支えるように優しくね。はい、そしたらね、皆さん赤ちゃんをテーブルの上のアヒルさんのところに寝かせてください。皆さんね、かけたらペンは置いてください。はい、はい、そしたらこのキラキラを押さえたままぐるーっとメジャーを一周させます。めっちゃガッツリよ。負けたけど首が座ってないからって言ってたけど、もう怒れた。キラキラとかね、そのやつだね。ああ、鼻がかゆそうです。さあ、鼻がかゆいです。ちょっとね、調べてみましょう。ね、じゃあね、赤ちゃんの洋服にガムテープがついてるんで、見てください。ちょっと難しいなっていう人をね、手を挙げてくださいね。もっとちょうだいって言ってみます。片手でトントントン、はい、そしたらまた横に寝かせます。皆さん、お疲れ様でした。お仕事してくれたのでお給料です。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。でよくこうなる。何が？鼻血だよ、鼻血。ね。鼻血が出た歯医者さんです。鼻血が出たねねちゃんです。え、なんで？いいね、めっちゃいいよ、さすがだよ。なんで？面白いじゃん。じゃあお仕事始めていきます。皆さんこんばんは。こんばんは。ようこそ、サンサーです。こちらにいる歯科衛生士さんがライトを使って、黒いところを、黒いところを、ここで手をかざすと、手をかざすとライトがつきます。ついたら口を照らしてあげてください。20分待って本日は仕事代金のお疲れ様でした。当館本日の会議が第一歩となりますように。
しましょう。ありがとうございました。上手にできました。できたんですけど、もう一回歯を見てください。何か気になるとこ。見てください。